第57回ユーロビジョンソングコンテストは、アゼルバイジャンのバクユにて2012年5月に開催された。前年の2011年大会で、エルダルガスモフトニガルジャマルの歌う、ランニングスケアドが優勝したことにより、アゼルバイジャンが本大会の主催権を獲得した。準決勝は2012年5月22日と24日に、決勝は5月26日に開催される。 決勝に参加できるのは26カ国のみであり、準決勝1と準決勝2から、それぞれ10カ国ずつが選出され、これに加えて、ビッグ5のイギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、そして主催国アゼルバイジャンが、決勝に参加する。前年大会への参加を見送った、モンテネグロのユーロビジョンソングコンテストが今大会に、復帰し、合計42カ国が参加した。 優勝したのは、スウェーデン代表のロリーンであった。2011年5月16日、バクーの国旗広場近くに、本大会のために2万3000人収容の会場を建設する計画が発表された。しかし5月19日には、3万7000人収容のトフィク・バフラモフ・スタジアムか、ヘイダル・アリエフ・コンプレックスを会場候補として発表した。 2011年8月4日、2011年8月4日には、国旗広場近くに爆ーク,クリスタルホールを建設することが発表された。会場の基礎工事は2011年10月14日に完了した。2012年9月から10月にかけて開催されるフィファ、FIFAU-17 女子ワールドカップに向けて修復が、 進められているトフィクバフラモフスタジアムが、予備会場として指定された。アゼルバイジャンバクートフィクバフラモフスタジアムヘイダル、アリエフコンプレックスバクークリスタルホール2012年1月、建設が進められる、バクークリスタルホールユーロビジョンソングコンテスト主催者で、ある、欧州放送連合により公式発表される前の2011年9月8日、アザドアゼルバイジャン TV は、 バクークリスタルホールが会場となると報道した。2011年10月31日、アゼルバイジャンの国営放送である、イジティマイテレビジョン総裁のイスマイル・オマロフは、会場の決定は、運営委員会によって2012年1月に、決定されると発表した。2012年1月25日、バクークリスタルホールが会場となることが、正式決定された。会場は、 最大で2万3000人を収容可能であるが、本大会では観客数の上限を1万6000人とした。アゼルバイジャンが大会の主催に向けて巨額の投資をしていることについて、多数の西側諸国のメディアが、アゼルバイジャンの貧弱な民主主義と人権擁護を固とするものとして論じた。 アラブの春に誘発された2011年アゼルバイジャン抗議運動の時に収監されたエルヌルマジドリはアゼルバイジャンに対するイメージ改善のために釈放されたものの依然多くの政治犯が収監されているヒューマンライツ・ウォッチは大会の前夜に抗議に対する暴力的鎮圧を報じアムネスティ・インターナショナルは大会に至るまでずっと続いている表現の自由 反論、NGO、批判的な報道関係者など、事実上、あり得不政権を批判する、あらゆる人々に対する、強権的な抑圧を非難した。ヒューマンライツ・ウォッチは、会場となる、バクークリスタルホール建設のために、マンションの解体、住民の強制退去をしているとして、バクー市政府を批判した。また、自由経済支援協会は、強制退去は、 人権侵害であり、法的正当性がないとした。しかし、英国放送協会は、会場建設のために、既存の建造物を破壊する必要はないと、他社メディアにて報じられていると報道した。欧州放送連合は、大会が政治とは、無関係であること、そしてアゼルバイジャン政府が建設は、大会とは、無関係と主張していることに言及している。ロリーンは、 大会に参加するアーティストとして唯一、アゼルバイジャンの人権活動家にあった。後に、ロリーンは、アゼルバイジャンでは、人権は常に侵害されている。そのことに沈黙すべきではない。と話した。アゼルバイジャン政府報道官はこれに対して、大会は、政治利用されるべきではないとして批判し、欧州放送連合に対して、このような活動家との接触をしないよう求めた。 スウェーデンの外交官はこれについて、欧州放送連合、スウェーデンのテレビ放送局、並びに、ロリーンは、大会のルールに反することはしていないと応じた。5月26日、反政府のフラッシュモブが発生したものの、警察によって、すぐに解散させられた。活動からは、大会が終わることで、国際社会は再び、アゼルバイジャンへの関心を失い、 さらなる弾圧に直面することになるとの懸念を表明した。決勝でドイツからの投票結果を発表する際、アンケ・エンゲルケは今夜は誰も自国に投票することはできない。しかし投票ができること、選択肢があることは素晴らしいことだ。アゼルバイジャンの旅路に降伏あれ、ヨーロッパはあなた方を見ていると述べた。これは、 アゼルバイジャンの人権問題を案に示唆したものと考えられ、各国からの特典発表でこの問題に触れたのは彼女だけであった。イラン政府高官はアゼルバイジャンがユーロビジョンソングコンテスト2012を主催することに反対を表明した。イランの聖職者であるアーヤトリラーのモハンマドモジタヘド、シャベスタリーやジャファルソブハにはアゼルバイジャンを反イスラム的として非難し、 バクーでは、プライドパレードが開催されるとした。これに対して、バクーのイラン大使館前で、抗議運動が起こり、イランの指導者らをからかうスローガンが掲げられた。アゼルバイジャン大統領府の公共、政治問題長官、アリ・ハサノフは、バクーで、同性愛者のパレードが開かれるとの話は事実では、ないとし、イランに対して、アゼルバイジャンの内政問題に干渉しないよう求めた。 イランはこれに対して、バクー中殺の大使を召喚した。アゼルバイジャンは、バクーで大会が開催されることに関するイランの、声明に関して公式に謝罪するよう求め、後に、イラン中殺の大使を召喚した。アゼルバイジャン国防省は、バクーで開催される、ユーロビジョンソングコンテストを標的とした、テロリスト攻撃を回避したと発表し、バクークリスタルホールや、 JW マリオットアブシェロンバクーホテル、ヒルトンバクーホテルなどが標的とされていたことを明かした。チケットの販売は2012年2月28日より開始されオンラインで購入できる。主催放送局であるイジティマイテレビジョンは欧州放送連合に加盟しており、アゼルバイジャンの公共放送である。アゼルバイジャンの通信、情報技術省の副大臣、 イルティマス・マンマドフは、自国の電話会線もは、大会主催のために不足はないと発表した。アゼルバイジャン最大の通信会社、アゼルセルが、大会のパートナー通信会社に指定された。2011年12月1日、ブレインプール TV は、自社が、大会の制作パートナーとなったことを発表し、イジティマイテレビジョンは、ドイツ開催の前年大会における。 番組制作会社の能力を高く評価しているとした。ドイツ・デュッセルドルフ市長、ディアク・エルベアスと、バクー市長、ハジュバラ・アブラ・トゥボフ2011年6月29日の会合では、投票方式に関する見直しが決定され、各参加者の演技中に視聴者投票できる2011年の方式から、演技終了後に視聴者投票を開始する2010年。 以前の方式に戻されることとなった。また、視聴者投票と審査員投票を1、1の重みで足し合わせる投票方式が2012年大会でも維持されることも決定された。2011年11月24日に発表された2012年大会の公式ルールでは、2つの準決勝からそれぞれ10カ国ずつが決勝に進出し、これに加えて主催国と、 ビッグ5の合計26カ国が決勝に参加するとされた。ユーロビジョンソングコンテストの決勝に26カ国が参加するのは2003年大会以来2度目のことである。準決勝の組分け会場。バクーのブタパラスにて準決勝の振り分けと出場順は2012年1月25日にバクのブタパラスにて実施された。 無条件で決勝に出場できる6カ国以外の3カ国は、まず過去の投票傾向に基づいて6つの組に分けられた。そして、各組からそれぞれ半分が5月22日に実施される準決勝1に、残り半分が同24日に実施される準決勝2に振り分けられた。またこの時に出場順も概ね決定され、リハーサルの実施順序や、 準決勝に参加しない六国がどちらの準決勝に投票するかも決められる。大会の資格デザインは、今大会のテーマである、ライトイワファイヤーに沿ったものとなる。このテーマは、アゼルバイジャンのニックネームである、日の国に由来している。準決勝1に、参加準決勝1で、投票準決勝2に、参加準決勝2で投票過去5年のユーロビジョンソング。 コンテスト優勝者たちが一堂に会した。左から、ジーマ・ビラーン、エルダル・ガスモフ・ニガル・ジャマル、マリア・シェリフォビッチ、アリアクサンドル・ルイバーク。レナ・マイヤー・ラン2012年1月17日、欧州放送連合は43カ国の参加を発表した。モンテネグロの公共放送である、モンテネグロ・ラジオ・テレビジョンは2009年大会以来、 大会に復帰することを表明した。モンテネグロの参加は2009年大会でのアンドレア、デミロビッチ以来であった。ナゴルノカラバフをめぐって主催国アゼルバイジャンと交戦状態にあるアルメニアはこの時点で参加を予定していたが、後に参加者の安全上の問題により参加を取りやめると発表した。ポーランドは UEFA ユーロ2 0 1 2や ロンドンオリンピックとの予算の競合を理由として、不参加を決定した。本大会に参加するアーティストのうち4人が、過去のユーロビジョンソングコンテストに参加した経歴がある。マケドニア代表のカリオピは、ユーロビジョンソングコンテスト1996に、サモティで参加したものの、予選落ちとなり本戦出場を逃した。アイスランド代表の4シート、 セルビア代表のジェリコ・ヨクシモビッチは、共にユーロビジョンソングコンテスト2004に参加している。2004年大会では、ジェリコ・ヨクシモビッチは、レーン・モヤいを歌って2位、4C は、ヘブンを歌って19位であった。アイルランド代表のジェドワードは2011年大会に、リップスティックで出場し、決勝8位となっている。自動的に、 決勝進出が決まっている6国のうち、アゼルバイジャン、イタリア及びスペインは準決勝1位を国内中継し、投票に参加する。自動的に決勝進出が決まっている6国のうち、イギリス、ドイツ及びフランスは準決勝2位を国内中継し、投票に参加する。審査員及び視聴者による投票は、欧州放送連合と監査法人。 プライスウーターハウス・クーパー・アースが、検査、確認した上で合算され、各国からの得点が算出される。2012年6月18日、欧州放送連合は審査員票、視聴者票を分けた、準決勝及び決勝における投票の詳細を発表した。準決勝1、審査員票と視聴者票準決勝2、審査員票と視聴者票決勝。 審査員表と視聴者票12点以下の表は、決勝戦において、最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。マルセル・ブザンソン賞は、エストニアのタリンで開かれた、ユーロビジョンソングコンテスト2000により始まったもので、決勝での優れた参加曲に対して与えられる。この賞の創始者は、クライスター・ビュールクマンとリチャード・ヘアリーであり、 ショーの名前は、ユーロビジョンソングコンテストの創設者である、マルセル・ブザンソンにちなむ。ショーには、記者賞、アーティスト賞、作曲者賞の3つの部門があるオガエ、フランス語、オーガニゼーション・ジェネラレ・デアマチュアズ・デエル・ユーロビジョン、英語、ゼネラル・オーガニゼーション・オブ・ユーロビジョン・ファンズは、ユーロビジョンソングコンテストの2大ファンクラブのうちの1つであり、ヨーロッパ各地に支部がある。 ユーロビジョンソングコンテストは1956年に始まったものであるが、オガエは1984年にフィンランドで発足した。ユーロビジョンソングコンテストに参加したことのある国は、オガエの支部を持つことができるとされ、レバノンを含む広範な国々に支部を有する。2004年に発足したオガエ。レスト・オブ・ワールドには、その他の国々が加入することができる。毎年、 同ファンクラブでは非営利のコンペティションを実施している各国のオガエの支部による投票はオガエの恒例のイベントとなっており2012年大会でも各国支部による投票が行われたオガエによる投票結果の上位5位は以下の通りありがとうございます